元キング・アンドプスの平野市を、神宮寺裕太、岸優太が新たな音楽ユニット、ナンバーアイ、を飛べプロジェクトの一環として発表。待望の活動を開始に期待。元キング・アンドプスの平野市を、神宮寺裕太、岸優太の3人が15日、新たな音楽ユニット、ナンバーアイ、ナンバーアイ、を結成し、これを飛べ、トービー。 と呼ばれるプロジェクトの一環として発表しました。岸優太は9月末にジャニーズ事務所を退所し、滝沢秀明岸ヒキールとべに合流したことも合わせて報じられました。このニュースはジャニーズエンタテインメントのファンや音楽業界における注目の焦点となりました。 とべという新たなプロジェクトに参加した3人組のメンバーとユニットの名前についての詳細な情報を探り、彼らの今後の音楽活動についての期待を見ていきましょう。新ユニットナンバーアイのメンバー新ユニットナンバーアイを構成するメンバーは、平野志洋、神宮寺勇太、岸優太の3人です。彼らはもともと、キングピンス。 キンプリッとしてジャニーズエンタテインメントで活動しており、その名前からもわかるように、彼らはアイドルグループとしての成功を収めました。しかし、この度、新たなユニットを結成し、飛べプロジェクトに参加することを決定しました。キシユータは、特に注目を浴びる存在です。彼はジャニーズ事務所を退所し、飛べプロジェクトに参加することで、新たなスタートを切りました。 飛べプロジェクトは、ジャニーズ事務所副社長の滝沢秀明氏によって引きられており、その中で新たな音楽活動やエンターテインメントプロジェクトが展開されています。岸優太の新たな挑戦に多くのファンが期待を寄せています。ユニット名、ナンバーアイに込められた重いユニット名、ナンバーアイは、岸優太による発案です。この名前には、特別な意味が込められています。 ナンバーは一番を目指すことの重要性を示しています。彼らは常に最高のパフォーマンスを目指し、音楽業界で成功することを追求しています。しかし、それ以上に大切なのは愛という文字です。これには愛の意味が込められており、彼らの音楽活動がファンに愛され、共感されることを願っていることを表しています。この名前からもわかるように、 彼らは単なる音楽グループではなく、ファンとの絆を大切にし、共感を生む音楽を届けたいという強い意志を持っています。今後の活動予定、ナンバーアイの具体的な活動予定はまだ明らかにされていませんが、平野耀はライブコンサートを熱望しています。 彼は僕たちらしいものをコンサートに詰め込んでと語り、ファンに楽しいライブ体験を提供する意欲を示しています。岸優ユタは音楽を追求して新たな自分と出会いたいと述べ、音楽への情熱と成長への意欲を表明しました。一方、神宮寺ユ太タは皆さんと一緒に幸せな時間を作っていくことを一番大切にしたい。 と、ファンとの共感を大切にする姿勢を示しました。また、新ユニットの YouTube チャンネルも開設され、楽曲の制作過程やダンスレッスンなど、活動の裏側をファンに見せる予定です。岸優太も個人でソーシャルメディアを活用し、ファンとの交流を深める予定とのことです。 生配信の視聴者数が最大で67万人に達し、3人への期待が大きいことは明らかです。ファンからの指示と期待に応えるため、彼らは新しい挑戦を進めていくことでしょう。結びつくビッグな関係性この発表は、ファンにとっては大きなニュースとなり、トベプロジェクトの一環としてナンバーアイが誕生したことに多くの期待が寄せられています。 彼らは新たな音楽活動をスタートさせ、ファンとの絆を築いていくことを約束しています。特に、ライブコンサートの開催に対する彼らの意欲は注目に値します。ライブを通じて、ファンに楽しい時間と感動を届けることで、彼らとファンの絆はさらに深まることでしょう。 最後に、彼らの新たな挑戦が音楽業界に新しい風をもたらし、ファンに愛される特別な音楽体験を提供してくれることを期待したいと思います。彼らの活動を継続的にサポートし、彼らの新たな道のりが輝かしいものとなることを願っています。